ミスタイムさん、今回もバックエクステンションですか。素晴らしい動画だったと思います。今回はですね、動画の感想というよりも再生回数を上げるための秘訣をちょっとねお届けしようかと思いますので、ミスタイムさんが使ってる部分もあると思うんですけども、さらにね明確に意識できるように私が動画を撮りましたんで、そちらの方をご覧いただければと思います。それではどうぞ。はい、これがですね、私の動画の中で再生回数が最も多い、まあ、ナイトライダーの起動その1おはようキットっていう動画なんですけどもね、こちらの動画の右側見てください。関連動画にやっぱり私の動画が2つ刺さってると思うんですよ。で、これなんでそういうことになるのかっていうことなんですけども、これ両方とも再生回数26万回とか17万回転とかって結構多いですよね。で、起動その2、起動その3なわけなんですよ。これはね、理由が、まあ大きく2つあって、タイトルがほとんど一緒なんですよね。ほとんど一緒でしょ？これ、ここも。第2話、右側見てくださいね。第3話、ほとんど一緒でしょ？で、こういう風にして、タイトルタグがきっちり埋め込まれてるっていうのが一つです。もう一つは、この動画説明欄を開いてみてください。そうすると、第1話、この動画ですよね。で、第2話、社内説明。これです。右側の一番上。で、第3話、社内説明の第2話。こちらですね、右側のこれ。今、ちらちらと画面が変わってるやつです。で、第3話とか第4話貼ってあるんですよね。で、この4つの URL を貼ることによって、こちらに関連しやすくなってるんですよ。で、もう一歩言えば、こちらの動画、ちょっとクリックしてみますね。こちらの動画にも、同じように、ここ、関連動画で、バックするように貼ってるんですよね。バックするように。ほらね。で、そうすると、まあ、宇宙人の動画、こうありますけども、その、やっぱりね、車の動画、ナイトライダー、トランザムの動画が、この関連で上がりやすくなってるんですよね。下の方行ってもありますね。これも車ですよね。これもナイトライダーですよね。これもナイトライダーと。うん、これ私の動画ですよね。こういうふうに関連で上がりやすくする工夫を施してるってことになります。参考にしてください。いかがだったでしょうか。少し意識して、そしてこの形でね、動画を量産していくと、だん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  SEO 効果が出てくるってことになります。もちろん再生回数が少なかったり、チャンネル登録者数が少ない間は、そんなに効果出ないかもしれませんけども、でもこれをやることによって、チャンネル登録が増えやすくなったり、再生数が増えやすくなったり、そして上位検索されやすくなったりという効果が出るんですよね。参考にしてみてください。ありがとうございました。